はい、それぞれあの美女と野獣のこの包みなんですよね。ご飯になる感じ、わかる？全然甘くない。本格的でいいじゃん、これこれっていうね。はいけど、まあうまそうなんでいいや。チョコソースすごい、これ確かに違う、コクがある。はい、夢です、こんにちは、どうぞ。もう今日はランドのスイートハートカフェに来てます。はい、こちらね、この春から始まったね、貞治青木とのコラボレーションのスイーツ、はい、こちらね、スイートハートカフェで食べれるので来ました。いやちょっとこれ楽しみだよね。ちょっとね、あの頑張ってね、もう今日全部フルコンプしたいと思って気合い入れてきましたので、はい、じゃあ今から並びます。はい、今ね朝9時なんですよね。で今日ねスイートハートカフェ10時オープンなんですけども、もうね実はこれ並んでんですよね。もうはい10人ぐらい並んでます。今この時間こんだけ並んでるってことは、これお昼になったら多分もっと並ぶと思うので、一時期スイートハートカフェね、なんかミッキーのお顔のなんか遊び屋の時ね、なんかね2時間とかねありえないぐらい過去並んだこともあるので、はい、今60分なの、これ短い方だと思うので今から並びます。はい、今ねスイートハートカフェ並んでるんですけど、なんとですね、あのホームページで貞治青木と一緒に並んで写ってたあのパークのシェフの方がですね、今出てきて、はい、なんか背広着たスーツの社員キャストさんと真剣な話でなんかミーティング打ち合わせしてます。どうしようかな、ちょっとホームページで並んでましたよねっていうふうにちょっとねお声掛け、はい、なんかできそうだったら、はい、ちょっとしてみようと思います。おー、来た来たー、美女と野獣に包まれてる。あとベイマックスもあるね。はい、今日はこの3種を買いたいと思います。オペレーションが変わってて自分で取れないんですよね。そのレジであれが欲しい、これが欲しいってオーダーしてキャストが取りに行くって感じですよね。まあ、あのデパ地下の惣菜みたいな、わかる？ああいう感じですよね。これね、お店に入れてからもうめちゃくちゃ時間かかりますね。一人一人に何をいくつとかヒアリングしてるので、まあ当然だよね、めっちゃ時間かかってる。はい、買ってきましたよ。はい、まずこちらがね抹茶クロワッサン、そしてこれがねクッキーサンド、そしてこちらがねタルトカンパーニュと、はい、それぞれあの美女と野獣のこの包みなんですよね。エンベロープがこちら美女と野獣になってます。めっちゃかわいいね。そしていいですか皆さん、この3つで一体いくらになったでしょうか。いきます、じゃじゃん、1900円です。はい、4月1日エプリフじゃないですよ。はい、抹茶クロワッサンこちらが550円で、タルトカンパーニュがこちら750円、そしてクッキーサンドが600円と。あと大きさ気になるよね、ちょっと待ってね。はい、こちらいつものペットボトル生茶 500ml ですね。はい、こちら比較してみましょう。まずこのクロワッサンなんですけど、はい、生茶と比べてみると大きさだいたいこのぐらいです。そうだな、今日ちょっと定規持ってきてないんで測らないんですけど、ちょっと待ってね。はい、クロワッサンですね、だいたいこの生茶のですね、このペットボトルのこのラベルの部分ぐらい、この辺ぐらいまでの大きさですね。なのでそうだな、12センチぐらいって感じじゃないかな。はい、だいたいこんな感じです。はい、続いてクッキーサンドね。クッキーサンドはこれペットボトルのですね、だいたいこの生ちゃんのこのペットボトルにすっぽり隠れるぐらいですね。なので直径5センチぐらいじゃないかな。はい、そしてタルトカンパーニュなんですけど、これもね生ちゃんのペットボトルよりちょっと大きいぐらいですね。わかりますか、なんで大きさこのぐらいね。あとちょっと手に持ってまた、はい、僕の顔とねなんか比較したいと思います。はい、それではいただきます。はい、まずねタルトカンパーニュからいきますか。結構あったかい、あとねずっしりしてる、結構なんかね詰まってる感あるね。大きさ分かりますか、このぐらいですね。はい、なのでねなんかアップルパイとかそんな感じですよね。パイの感じがすごいする。生地もね分かる、これサクサクのこう分かる、ほらパイ生地なんですよね。すごい、だからパッと見ねパイって感じですね。すごいよこれ見て、ちゃんとねこれ読めるかな、
貞治青木って入ってるんだよね。これ分かりますか。気合が違うね。すごいよねこれ。じゃあこちらタルトカンパーニュいただきます。いくよ。おお、中からねキッシュっぽいものが出てきた。でほうれん草とねキノコが見えますね。で甘くないです。もう一回。おお、すごい具がいっぱい、うん、これねエッグと4種のキノコなんだよね。4種のキノコ、正確にこれってちょっと分かんないけど、でもねキノコたっぷりご飯になる感じ、わかる？全然甘くない。もう一回いくよ。キノコが美味しい。すごいねキノコの風味がして、卵もねなんかふわふわですね。あとねベーコンっぽいものも入ってるな。結構ね肉肉しい感じもしますね。これね結構ボリューミーだね。意外とお腹にたまる。よくねパン屋さんとかでさ、なんかパイ生地でねなんかフランクフルトがくるんであるようなねのがあるんだけど、あんな感じかな。結構これ腹持ちいいと思うな。もう一回断面最後に見せようか。こんな感じわかる？ほらこんな感じです。意外とね、意外とって言っちゃう失礼だけど、これご飯になるね。じゃあこれ最後ね。はい食べました。美味しかった。はい、タルトカンパーニュなんですけど甘くないです。なんかね甘いかなと思ったの、全然甘くないね。でほんとこれ、ね、ご飯になる。でねおにぎり1個分よりかはもうちょっと重たいかな。なのでこの周りのこのパイ生地の部分がね結構パイが脂っこいので、結構ねお腹にドスンとくる感じですね。キノコの風味がものすごいします。で何度も言いますけど甘くないので普通に軽いご飯になりますね。いいと思います。なんかねガツンとハンバーガーとかね、なんかチキンパオとかね、ちょっとそれぐらいは重たいかなっていう時にはいいかもしれないですね。リフレッシュメントコーナーのホットドッグよりかはちょっと軽いかな。うーん、お腹の膨れ具合で言うとどうだろう、みんなが分かりやすいだとドトールのジャーマンドッグよりちょっと重たいぐらいか、ドトールのジャーマンドッグぐらいの満腹度。はい分かるかな。マックのハンバーガーで言うとプレーンの一番具がない一番スタンダードなハンバーガーよりかはちょっと重たいぐらいですね。はい、というか甘くないのが良かったですね。はい、タルトカンパーニュこんな感じでした。でもね美味しかったです。じゃあ続いて抹茶クロワッサンいきます。はい、こちらね抹茶クロワッサン、チョコのしましまが可愛いね。ほらこれもねずっしりしてる。いやこれ普通のクロワッサンじゃないよ、明らかに重たい。すごい重量感がある。なんだろうこれ。はい、抹茶といえばこのね貞治青木を代表するフレーバーというかね、あのクリームです。あ、見てこれ下から見て、抹茶クリームを下からこれ注入してるんだ。へー、じゃあこれ食べてみようか。まずこのチョコレートのしましまがすごいよね、凝ってる。はい、クロワッサン好きなんで楽しみです。ちょっとベタベタするね、やっぱこのチョコでちょっとね、ちょっとこれベタベタするチョコで。じゃあいくよ、いただきます。いくよ。うわ甘っ。あ、この表面だけだとね、まずはチョコクロワッサンですね。うん、中からもねチョコクリームが出てきた。ほら抹茶クロワッサンってメニューに書いてあるけど、チョコの風味がとにかく強いですね。今んとこここまではチョコクロワッサンって感じ。もうちょい行ってみようか。抹茶が出てきた。ほらこれね食べ進めると表面、あー分かる、こうやってね表面のチョコがポロ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 こぼれてくるので、はい、その辺はちょっとね覚悟というかね、納得の上でこれ食べてみてください。
チョコがこれこぼれてきます。そして抹茶クリーム来ましたね。確かに抹茶だ。まあ抹茶の味がするクリーム、まんまやね。貞治青木ね、ちょっとこれ僕も知らなくて実は、でちょっと調べました。でね、このフランスのお菓子界でこの緑のね色付けをするのはピスタチオがそれまで定番だったんだって。でそれをねパリにこの緑のねこのクリームというか緑でお菓子の彩りをするのに抹茶を使ったんだって、日本のね。でそれでパリのお菓子、洋菓子ったらもうね洋菓子界の頂点だよね。でパリで抹茶を使ったこういうスイーツというかね、こういうデザートをねこう出したらそれがもう大ブレイクして、このパリのこのねこのパティスリー界にこの革命を起こしたらしいんだよね。だからアイスクリームコーンのソフトクリームも抹茶だし、これもやっぱりクリームも抹茶なんだよね。で今ではねパリでもねこういう緑使うのにね抹茶使うとこがちょっとね増えてきたんだって。よくない、なんか日本人がこのパリに乗り込んでいってそこでさ日本のこういう伝統ある原料っていうかね食材使って向こうで革命を起こすってすごいよね。はい、美味しいです。なるほどね。まあこれ逆で考えたら分かるよね。じゃあ日本の和菓子でさ、なんかもなかとかさね、羊羹とかさ、あんみつとかそういう世界に突然なんかヨーロッパ人のシェフがいきなりガーンとやってきて和菓子のところにヨーロッパならではの食材とかを入れて、それですごい和洋折衷のオリジナルのそういうなんか和菓子を提供したら、それが日本人にも刺さって大ブレイクしたみたいな、そういうイメージだよね。いや、いいと思うよ。美味しい。もうちょっとやってみようか。これはやっぱ甘いね。ちょっとね、コーヒー欲しいね。ブラックコーヒーでもいいぐらいだ。今からね、コーヒー追加で買いに行きたいなっていうぐらい甘い。ちょっとこれね、スイートハートカフェ今から並び直しできないので、このまま食べるしかないんだけど、あとクリームがね、最後の最後までギュッと詰まってるね。おー、あーね、見てこれポロポロこぼれる。あー、じゃあ最後の一口です。うん、はい、抹茶クリームとチョコのクロワッサンいただきました。いや、これね甘いね、すっごい甘い。チョコがねこれ表面だけかと思ったらね、中にもチョコクリームが入ってて、チョコクリームと抹茶クリームでこの甘さを出してるっていう感じでした。で甘いのでめちゃくちゃお腹にたまります。でこれね、やっぱねコーヒーとかね紅茶とかね、なんか甘くないドリンクがあった方が絶対いいですね。あと食べてる時にね、ちょっとポロポロこれチョコの、ね、皮みたいなのがこれポロポロこぼれてくので、でその辺もね食べる時要注意ですね。で意外とこれ手がちょっとベタつくので、このね紙ナプキンとかですね、この紙おしぼりとかがあった方が食べやすいと思います。なので見た目よりもねかなりボリューミーでしたね。結構これもお腹にたまります。はい、でもこれも美味しかったです。はい、じゃあいよいよ3つ目のねクッキーサンド行くんですけど、ちょっとこれさすがに甘いのでコーヒー買ってこかな。ちょっとねスイートハートカフェは今から行くのはちょっとこれ大変なんで、ちょっとね空いてるとこでちょっとコーヒーだけでもちょっと買ってこようと思います。ちょっと待っててね、ちょっと買ってくるわ。はい、買ってきました。はい、今ですねそこカフェオーリンズがね、ちょっと目の前なんで、でめっちゃ空いててガラガラでしたんで、はい、買いました。じゃあちょっとねミルクだけ、はい、いただきます。あー、クロワッサン甘かったんでこれちょうどいいね。はい、ではクッキーサンドいただきます。このクッキーサンドは表面にこのねビジュタジュでおなじみのこのバラの花が入ってるんですよね。でこれがね上がクッキーで中がガナッシュですよね。いわゆるまあ生チョコの一種かな。指ではちょっと柔らかいですね。で中にキャラメルが入ってるとのことです。でもこれ甘そうだよね。じゃあいただきます。いくよ。うわ、甘い。あー、
コーヒー合うね。まずガナッシュがすごいしっとりしてる。ちょっと歯でやるだけでこうやって分かる、スーッといく感じ。もう一回、中からねキャラメルが出てきた。甘っ。オペラとかあるよね、ああいうチョコのケーキね、ああいう感じだね。でクッキーもすごい柔らかいです。なんかね、硬いクッキーじゃなくてね、こう分かる、こうサク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 っていう感じ。中のキャラメルが絶妙ですね。分かる、これ難しいんじゃない、硬すぎず柔らかすぎずって感じで、調合調整がこれって大変じゃないのかな。ちょうどいいですね、甘い。でもこれが一番なんかフランス菓子らしいですね。あ、ちょっとキャラメル溶けてきた。やっぱ分かる、ちょい柔らかって感じだよね。分かる分かる、ほら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 分かる。うん、これはすごい。パークのスイーツにしてはやっぱ本格的だね。とにかくねガツンと甘い、すごい。これはね甘すぎるね。でもこんなもんだと思う、このぐらいだと思う。やっぱり本場のね、あのパティスリーって、本場のねこういうデザートスイーツってやっぱとにかく甘いでしょ、フランス系って。だからこのぐらいガツンと甘くて、まあ当然じゃないかな。カレーとかさ、韓国料理にさ辛いって言って言う人いないね、いないよね。いやそういうもんだろって感じ。だからうん、やっぱフランス仕込みのねこういうデザートスイーツパティスリーだから甘くて当然ですよね。とにかくねパークのデザートとは思えないぐらいめちゃくちゃ甘いです。でもこってり甘いの好きっていう人だったらいいと思うし、本格的でいいじゃんこれこれっていうね、わかる、そういう感じ。はい、じゃあ最後の一口です。はい、食べました。めっちゃ甘かった。このクッキーサンドを食べきるのにこのコーヒーほぼ砂糖なしで飲んじゃいました。このぐらい甘い。はい、これはね美味しかったかどうかだけど、美味しいというかガツンと本格スイーツ、本格パリのこのパティスリー食べたいんだったらいいと思います。ちょっとねガツンと甘いのはなっていう、甘さ控えめ系がいいなっていう人はちょっとパスした方がいいかもしれないですね。でも僕もね別に嫌いではない、あのオペラとか大好きなんで、オペラもねこういうなんかガナッシュ使ってこってり甘いよね。でやっぱコーヒーとか紅茶おかわりしてもうね、あの2杯3杯とおかわりしてあのオペラとか食べるの好きなんで、ああいう系ですね。なんかオペラとか好きな人でしたらいいと思います。はい、もう食べる前から予想通り、予想した通りに甘い味がしますので、そういうの大好きな方でしたらおすすめです。はい、なのでねこのパークのね公式ページも書いてある通りね、なんかねコーヒーとか紅茶とかね、なんかカフェラテとか気温に添えて召し上がってください。はい、まずは貞治が沖のこのコラボ、まずはこの3種の食レポでした。はい、カフェオーリンズ来ました。貞治が沖コラボメニューの紅茶スムージー今から買っていきたいと思います。14時前なんですけどもガラガラですね、めっちゃ空いてます。じゃあちょっと紅茶スムージー食レポ行っていきたいと思います。はい、買ってきました。めちゃめちゃうまそう。あと逆光でめっちゃ漏れてます、すごいうまそうだね。よくかき混ぜてくださいって言われました。あとこのポット夫人がいるのがいいよね、すごい。あのビジュアルとかね、トロッコからすごいしますよね。いただきます。はい、それではいただきます。これちょっと明るいね、どうしてるの。あ、ここだ、ここだ、はい、ここはい、いただきます。ここね、はいはい。よくかき混ぜてって言われた。すいません、今回これマイクが不調でちょっと音がよく取れてませんでした。すいません、これ音声後乗せで今喋ってます。今回ですねこれ紅茶スムージー、はい、スムージーっていうことで、これですね要はあのスターバックスなんかにあのフラペチーノですね、要はあれです。なので
ソフトな舌触りの柔らかいなんかかき氷ドリンクっていう感じですね。で飲んだ感じ一番近いのはやっぱスターバックスのあのフラペチーノあれですね。でもっと分かりやすく言うと、まあマックシェイクとかですね、シェイクですね。まあシェイクとも違うんですけども、まあ例えるならそんな感じです。でスターバックスのあのフラペチーノ、あれがですねアップルティーって感じですね。あれのアップルティー版って感じです。で自分としてはね思ったよりも甘かったですね。これも人によるかな。なんかねうわ甘っていう人もいれば全然甘くないよっていう人もいるだろうし、この辺はちょっと人それぞれですかね。僕はちょっと甘いなと思いました。スターバックスのフラペチーノもねちょっと甘いなっていう感じるタイプなんですよね。なので普段から甘いの大好きっていう人はちょっとこれ向いてないかもしれないね。あとですねよくかき混ぜてくださいって言われたんですけども、確かに味にムラがありますね。やっぱこのフレーバーのアップルティーをねあの入れることによって味を出してると思うんですけども、ちょっとこれ味にムラがありますので確かに、はい、よくかき混ぜた方がいいと思います。ただねかき混ぜるとね上のねスムージーのホイップのところがね溶けちゃうんですよねなので、はい、写真とか撮るときはね飲む前にもちろん撮った方がいいです。で柔らかいかき氷なんで一気に飲むとですねこの頭キーンってきますね。いわゆるあのブレインフリーズだっけな、あのキーンね、はい、これねフラペチーノなんで一気に飲むとあれが来るのでご注意ください。はい、こちら600円でちょっとお高いんですけども、でもね上品な味がしてすっごい美味しかったです。はい、続いてこちらイーストサイドカフェのこのスペシャルデザートプレートいきます。実は今日食レポでイーストサイドカフェこちらスペシャルセット今食レポ中なんですけど、こちらのデザートプレート、これもね貞治の青ということで、このプレートはねこちらの動画でも紹介したいと思います。左がストロベリーピスタチオのケーキです。真ん中これがねショコラプラリネですね。こちら一番右がねローズピーチですね。でこの真ん中のマカロンの中にもですねこちらピスタチオとチョコクリームが入ってるとのことです。うわー楽しみだ、いただきます。ストロベリーピスタチオからいこうかな、一番左ね。へー、いただきます。おお、美味しい。あ、やっぱりねストロベリーなんでやっぱベリーの風味がするね。下のスポンジもなんか独特ですね。なんかねクッキーとスポンジを足して2で割ったような、これ不思議な食感がします。いくよ。うん、なんかこれ明らかに違うね。いちご半分切ったるね。いちごもいただきます。花も食べるらしいね。行ってみます。あ、いけるいける、美味しい。じゃあこのね一番右のローズルビー行ってみます。パッと見似てるけどなんか違うんだよね。めっちゃそっくりだけどよく見るとこちらは若干ピンクです。ローズルビーね、行きます。あ、全然違う。こっちの方が美味しい多分。いや好みなんだけどこっちの方が好きですね。甘さのね質が違う。僕がねパークのこのベリー系の味に慣れすぎてて新鮮味がないんだと思う、さっきのやつは。こっちはねベリーの味がしないのでなんかこっちの方が新鮮に感じますね。あとこの層にねなんか歯ごたえのあるなんかサクサクしたものが入ってます。なんだろうこれ、パイ、ビスケット、なんだかねこのミルフィーみたいな層になってるんだけど、そこになんかね食感のあるサクサクしたものが入ってます。じゃあこのねピンクのマカロンいってみようか。真ん中にピスタチオとのことです。これはもうちょっと手でいっちゃいます。
はい、ちょっとごめんね。いただきます。甘っ。甘い。まあでもフランス料理のね、このスイーツといえばマカロンだからね。マカロンとにかく甘い。まあでもそこがいいんだよね。はい、続いてはね、ショコラプラリネいただきます。あ、チョコケーキだよね。どうだろういただきます。うわ、これも甘い。すさまじい甘さ。ガナッシュですかね。スイートハートカフェのね、クッキーサンドでも使ってた、おそらくああいうね、こってり甘いチョコレートが、はい、入ってますね、うん、あのね、オペラとも違うちょっと甘さですね。オペラってなんかもっと甘みがいいんだけど、それよりかもうちょっとあのミルクチョコレートの風味が強いですね。はい、最後にこのチョコマカロンいただきます。うん、これも中も、はい、チョコマカロンですね。はい、あとね、周りを彩ってるこのお花、これも食べれるって聞いたんだよね。このバラ食べれるの？これもいけるの？マジで？え、じゃあこれいくよ。いいのかな？いける？これは苦いね多分これはダメなのかな。あとこの葉っぱ、あとこのあの見てやしイメージした、これもね、なんかチョコレートで食べれると言ってました。食べます。うん、ホワイトチョコです。最後これ東京ディズニーランド貞治青木このコラボのプレート、これもホワイトチョコなのでいただきます。はい、プレートも完食しました。うまかったです。はい、このスペシャルデザートプレート、やはりね、これまでにないこのイーストサイドカフェの中でも本当になんか豪華なデザートでしたね。主に3つあるんですよね、塊が。このね、貞治青木で人気のデギュスタシオンがスペシャルデザートプレートに登場と、人気フレーバー2種のケーキにバラをイメージした東京ディズニーランド限定フレーバーのケーキ、マカロンなどがセットになってますと。はい、そういうことでですね、もう本当にこのなんかコラボって感じですよね。この貞治青木のまあ定番ね、人気メニューと、それからこのね、美女と野獣をイメージしたっていうことで、はい、もうバッチリですよね、これ。もうそんだけで十分。味はね、やっぱとにかくね、濃いですね。甘くて濃い、甘みが濃いっていうんですか、さっぱりしてないよね。とにかくこってこてに濃い甘さなので、それがまあ良くも悪くもですよね。やっぱね、こういうのって高級っていうか、凝れば凝るほどこってり甘くなっていくと僕は思ってるので、すいません、僕はそうやってこのフレンチの、ね、デザート、それからパティスリーってのは僕はそういうものだと思ってますので、はい、なのですごい本格的だなっていう感じがしました。とにかくこれ見た目でテンションこれ爆上がりなのでですね、もうそれだけでも十分ですね。あとめちゃくちゃ写真映えもするので、はい、そういう点でもおすすめですね。はい、なんで目で見て楽しめて、味の方も本格的で本当にすごかったです。で、僕はねコーヒー頼んだんですけども、これコーヒー一杯でも全然足んないですね。本当はおかわりしたい。なんかね、あの無糖のコーヒー紅茶2杯ぐらいないとこれ全部食べきれないぐらいこってり甘いので、はい、それに覚悟してください。はい、プレートに関してはこんな感じです。はい、貞治青木コラボレーションメニュー、最後はこちらアイスクリームコーン抹茶のソフトクリーム食べに来ました。最後です。行ってきます。はい、買ってきましたよ。めっちゃうまそう。600円、高いね。高いけど、まあうまそうなんでいいや。はい、いただきます。なんか刺さってる。いただきます。これね、片手が使えなくなるんですよね。はい、どうぞってピッと渡せるんで、今これこうやってね、スマートフォンセットしてこうやってってセッティングするのがもう片手で本当大変でした。しかもこれ、このスプーンも開けらんないの、これ片手だからさ、こうできないので歯でこうやるしかない。
これ一人インギャン、ほんとつらいこれ。はい、じゃあ改めていただきます。抹茶クリームにチョコがかかってんだよね。で、このコーンが黒いんですよね。はい、じゃあこちらいただきます。あ、美味しい。すごいクリーミーだね。抹茶フレーバー美味しい。うん、抹茶いいね。焼き肉食べに行ったと思う。アイスもね、よくバニラと抹茶どうしますかってアイスでね、僕結構抹茶にするので、抹茶ソフトいいね。ありそうでなかったよね、パークの方で。抹茶のあったかな、ソフトって。はい、あとこの刺さってるやつ、これなんだろう。いただきます。うん、これ抹茶だ。抹茶味クッキー、これはお腹にたまるな。うん、このサーハル青木のチョコもいただきます。おー、さっぱりしてるね。今日ね、昼からずっとこのサーハル青木のカルボメニューを食べてきて、結構ね、こってり甘いなと思ったの、どのメニューも。でもこれはね、最後なんかさっぱり食べれるね。普通に抹茶チョコ美味しいね。これもっとさ、昔からあってもよかったんじゃない？抹茶ソフトって昔あったのかな。この黒いコーンがね、苦くていい感じだね。これが苦くて、でこのチョコソースと抹茶アイスが結構甘いので、甘い苦いが混ざっていい感じです。はい、今ですね、帰りの時間帯混むので時間を調整してうまいこと帰ってくれっていう風に、そういうアナウンスになりましたね。コロナ感染対策で言うことが増えたね。はい、最後ね、チョコソース一番下に溜まってるんで、最後は激甘です。いただきます。うーん、甘っ。あ、でもね、チョコソースすごい、これ確かに違う、コクがある。甘っ。はい、今日ね、何度も何度も言ってる通り、とにかくチョコレートがもう濃厚でコクがあって、とにかく全てが甘々ですね。すごいな。はい、完食しました。美味しかったです。はい、以上、サダハル青木コラボスイーツの前哨会でした。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、今回ですね、このメニューどれもね、すっごい本格的で、そしてですね、テンション上がること間違いなしです。はい、とはいえね、実はね、正直言うと、このコラボ発表までですね、実は僕はね、このサダハル青木って実はこれ知りませんでした。すみません。なんですけども、実はですね、このディズニーメチャンネルの動画をですね、2年近くこの編集を担当してくれてるこの動画編集者さん、編集さんがですね、実はこのね、サダハル青木の大ファンだったってことが判明しまして、でね、月1でこのね、あのサダハル青木のね、リアル店舗にね、通って食べてるぐらいの、はい、大ファンだったそうでして、それが最近判明しました。で、このコラボをですね、すごい、これは食べたいっていうふうにね、めっちゃ大興奮で反応してましたね。なので、今回のこのね、動画の編集もね、はい、かなりね、凝った作りになってると思います。はい、なのでですね、このコラボ、ものすごいこのプロモーション効果はあるなーって思いました。で、今回ね、正直どのフードもね、ちょっとまあ、お値段は高めなんですけども、まあ、話題性はありますし、でどれもね、本格的なんで、まあ、本当にね、納得はできると思います。まあ、ただね、このね、本格的なこのフランス ね、スイーツっていうことで、これめっちゃ甘いので、まあ、これ本当にですね、好きな人向けでもありますね。はい、なのでね、いつもパークでね、出てるようなああいうね、ふんわりとした甘さではないので、はい、これちょっとね、覚悟が必要かもしれません。で、今回ね、僕はね、一日でね、全部、回りましたけども、はい、この動画みたいにね、僕みたいにね、一日でこれ全部回ることは全然可能ですので、はい、ぜひこれ皆さん頑張ってください。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。